逮捕後のマルティン・サンドベルガー・マルティン・ザントベルガーは、ナチスドイツ親衛隊の将校。アインザッツグルッペンの指揮官の一人。最終階級は、親衛隊大佐。ベルリン出身。巨大薬品企業 IG、ファルベン社の取締役の息子として生まれた。ミュンヘン大学、ケルン大学、フライブルク大学、チュービンゲン大学などで法学を学ぶ。在学中の20歳の頃に、国家社会主義ドイツ労働者党に入党し、突撃隊隊員となる。チュービンゲン大学のナチス党学生細胞の指導者となった。1933年11月に博士号を取得する。国家社会主義ドイツ学生連盟の職員となり、大学の検査官となった。1936年に親衛隊に入隊。グスタフ・アドルフ・シェールの指令のもと、ビュルテンベルクの SD に勤務した。1938年には、親衛隊少佐となった。1939年10月13日に、親衛隊全国指導者、ハインリヒ・ヒムラーにより北東移民中央局の局長に任ぜられ、新たな東部支配地域の再定住計画に携わった。独ソ戦開戦後の1941年6月に、アインザッツグルッペン英霊下のゾンダーコマンド1、A隊の隊長となり、バルト3国などで、ユダヤ人や民間人への大量虐殺を指揮した。1941年12月3日には、エストニアの保安警察及び SD 指揮官を兼務した。1943年8月まで、ゾンダーコマンド1 A隊の指揮に当たった。さらに1944年1月からは国家保安本部6部 A 課の課長となる。戦後、連合軍に逮捕され、アメリカ合衆国が改定したニュルンベルク継続裁判の一つ、アインザッツグルッペン裁判の被告人となった。絞刑判決を受けたが、元 IG、ファルベン社取締役である彼の父親が、親戚のテオドール・ホイスを通じて、アメリカ大使、ジェームズ・ブライアント・コナントに、息子の恩赦を願い出た。その他各方面からも寛大な処置を求める嘆願が、アメリカ当局に寄せられ、1951年に、アメリカ当局は、ザントベルガーを、終身刑に減刑した。さらに1958年には釈放された。2010年、シュトゥットガルトで死去。彼は2010年時に生存していた元親衛隊員の中では最年長者であり、また最も階級の高かったものであった。ありがとうございます。